はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、こちら、はい、じゃ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 ん、 3COINS でお買い物してきましたので、ちょっとね、購入品紹介させていただきたいと思います。寒い、本当に寒い、どうしよう、寒すぎてやばいよ。今日撮影してるのがですね、2月の10日金曜日、めちゃくちゃ雪が降るという東京、埼玉、群馬で大雪警報みたいな話が出てる日なんですけども、もうね、エアコンつけててもね、あ、やばい、なんで、もうエアコンつけててもめちゃめちゃ寒いしさ、もうどうしたらいいの？寒すぎて口も回らないし手も動かないから、ちょっと今日はタジタジになってしまうかと思うんですけども、よろしくお願いします。ということで、スリコですね。私がいつも行ってるスリコは割とちっちゃくって、普通になんか人気商品とか売ってるんだけど、なんて言えばいいんだろうな、はい、なんかちょっと外れたような、外れというかメジャーではないものは売ってないんですよ。でもね、別のスリーコインズに行ってきて、私がいつも行ってるところでは見ないものをちょっと買ってきました。じゃ、紹介していきたいと思います。まず1点目、もうスリコに入った瞬間でもう絶対買いだなと思ったものです。じゃん、こちらウェーブミラーです。めっちゃ可愛くって、なんかここの背景の小物を少し変えたいなと思って、これになってから多分ちょうど1年ぐらい経ったのかな。で、なんかちょっと変えたいなということでちょっと買ってみました。可愛いの、可愛いの。これ440円でした。やばい、ちょっと部屋の汚さがバレてしまう。超可愛くない、このウェーブミラー。で、こんな感じでね、写真立てみたいになる。でもここにこれを置いてたら部屋が汚いのがバレてしまう。なんか別に部屋汚くないんだけど、ブレイルのハッピーバッグのお洋服とかがすごい山積みになってるんですよ。ちょっと片付けなきゃいけないんだけどね。あれだな、これを置くとしたらちょっと上になってしまうんですけれども、すごい可愛い、めっちゃ可愛い。で、これピンクと水色があったんですけれども、私はもう最近は本当に水色推しなので、で、なんかこれでさ、なんかこうやって撮ったらさ絶対可愛いやんということで買いました。部屋が映らないように置いときたい。これなら大丈夫だよね。はい、ということで次、はい、こちらキャンドルホルダー、これ330円のやつでーす。なんかおしゃれな人のお家ってさ、キャンドルないですか？やたらとキャンドルあるイメージだなと思って、私もちょっと憧れがありまして、ちょっと買ってみた。そんな感じです。ガラスです。これガラスなのに330円って割とクオリティ高いなって感じ。可愛くない？これにキャンドルも買いました。じゃん、こちらキャンドル買いました。なんか新しくね、こういう韓国客、キャキャめちゃ噛む。新しくね、韓国系の雑貨が売ってたんですけれども、それじゃないところに売ってた。これと同じところにあるやつは、なんかね、なんか、うねうねのやつだったんだけど、これはちょっと違うやつ。バニラとコーヒーって書いてある。バニラとコーヒーの香りがする。どちらかというとバニラの方が強いですね。ちょっと開かねえんだけど、これ。アサミー！ねえねえ、こういうさ、こういうちょっとしたテープを開けたいときってみんなどうしてる？ちょっとお待ちくださいね。来た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 。開いた開いた。じゃーん。こんな感じ。可愛くない？なんか、リボンついてる。フィットするかどうかわかんないんだよね。あ、フィットするフィットするフィットする。なんかこんな感じで置くもんなのかな？ちょっと待って、私無知だからな。いや、なんかさ、違うな。ちょっと勉強した方がいいな、こういう雑貨の。ここには合わないね。てか、ここ綺麗にしなきゃいけない、まずそもそもね。ちょっとキャンドルは一旦保留ということで次紹介したいと思います。次もね、キャンドルです。ちょっと憧れて買っちゃった。じゃん、こちらのキャンドルです。これ100円になってました。これなら、あ、待って、めちゃめちゃいい香りするんだけど。お花系の香り。え、可愛くない？超可愛い。これならここに置いといても違和感ないわ。え、可愛い。めちゃめちゃいい香りする、これ。ちょっとおしゃな友達の家の香りって感じですね。え、これめちゃめちゃ合うじゃん。いいじゃん、いいじゃん。はい、ということで、雑貨系は以上でございます。ちょっと後でここ片付けて、次の動画、または次の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 動画ぐらいにはちょっと綺麗になってたいと思います。ということで、雑貨系、まあ、雑貨系ではあるんですけれども、また別のものを紹介したいと思います。はい、こちらじゃん、ライトニングケーブルです。今使ってるね、 iPhone の Apple の純正のやつが壊れちゃったというか、マフがね、ガジガジしちゃって、もうほぼ断線しそうな感じなので、ちょっと買いました。でもさ、ライトニングケーブルがさ330円って言ってるって結構安くないですか？私がピンクで、ヒロ君がこっち、なんかね、こんな感じの形のやつを買いました。純正買うのがバカバカしくなってくるよね。でも純正の方が充電速度は速いと思う。これ 2.1 アンペアだからちょっと遅いかもしれないけど、まあ寝てる時に使うだけだし、ええー、やん。でね、ヒロ君のやつはね、こういう感じになってて、なんか横画面でさ、こうやってゲームすると
時あるじゃん。その時にこのさちょびんってるやつ邪魔じゃないですか。それがなんか邪魔にならないよっていうやつらしいです。なんとなく買ったらしいです。はい、ということで次、じゃん、グラスです。めっちゃ可愛いグラス買ったの。これも330円ですね。めちゃくちゃ可愛くってすごくお酒が美味しく飲めそうな感じのグラスです。めっちゃ可愛いよ。やばいよ、可愛くない？めっちゃ可愛くない？これにさ、なんか家で作る氷じゃなくてなんかなんだろう、コンビニとかで売ってる氷あるじゃないですか。それ入れてさ、なんかお酒飲んだら絶対美味しくない？これジュースでも美味しい。あの梅酒とか入れたら超美味しそうに見えるくない？食洗機 NG だって。こういうグラスってさ、みんな2つずつ買う？2つずつ買うよね、やっぱり2人で暮らしてたらね。でもう1個買ってくればよかった。なんか多分広くにいらないみたいなこと言われたんだよ。買ってくればよかった。ということで次、じゃん、こちらのヘアクリップ買ってきました。私ヘアクリップと言ったらスリコでしか買ってないんですけども、なんかさちょっと止めたいなっていう時とかあるじゃん。なんだろう、洗い物する時とかさ、洗顔する時とかの時になんかちょっと使いたいなと思って買いました。見える？こんな感じで使いたいなと思って買ってきた。可愛くない？はい、ということで次ラスト、じゃん、スリッパ買ってきました。でこれ今知りました。洗えるスリッパって書いてある。すごくない？スリッパ洗えるのすごいよね。私のいつも履いてるスリッパスリコで買ってて、もちもちのめちゃめちゃ気持ちいいやつなんだけど、なんか毎日履いてるとスリッパって結構へたってくるんですよね。でしかも猫ちゃんたちが噛んじゃうんですよね。なんか噛み心地がいいのかわかんないけど、蹴りぐるみみたいな感じで噛んじゃってめちゃくちゃボロボロになっちゃったので新しいの買ってきました。なんかスリコのさスリッパってめちゃくちゃ履き心地がよくって、330円だし、なんか結局スリッパってさすぐへたっちゃったりとか、まあ高いやつ履いたことないからわからないんだけどさ、なんかすぐへたっちゃうなってイメージだから、まあ安いのでいいって感じで買ってきました。私本当に冬が大嫌いすぎて、もう寒いのが本当に大嫌いで、足元からめちゃくちゃ冷えるのね。だからいつもねモコモコのねファンの方からいただいた靴下を履いてるんですけれども、それでも浴の冷たさが足に伝わってくるので、モコモコの靴下プラスこれを履いてます。末端冷え性の人に聞く、何かあったら教えてください。手もめちゃくちゃ冷たいし足先も冷たいので、漢方とかになるのかな、うん、わかんないけど、なんか手っ取り早くできる方法あったら教えてください。ということで以上スリコの購入品でございました。何か気になるものございましたでしょうか。一番最初に紹介してたんだけどね、このミラーがマジで可愛い。これをね一つ置くだけでお部屋が垢抜けるかなって思いますので、ぜひねよかったら皆さんスリーコインズチェックしてみてください。ということで今日の動画以上となります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。